抜けた。セカンドランナー帰れるか。三塁送球はどうか。レフト前ヒット。これで3安打猛打賞。バッターボックスには6番菊池。先ほどのヒットはいい当たりでしたから、ええ、注意が必要なバッターだと思いますね。うん、そうですね。ヒットでランナー三塁一塁。のボール打った。上がりすぎたか。さあバックホームするか。さあ犠牲フライには十分な距離だがどうか。タッチアップ。サードランナースタートを切る。サードランナーがホームに帰ってきました。菊池きっちりと犠牲フライを決めました。ベイスターズもうこれ以上点はやれません。バッターは7番ジャーマン。先ほどの打席はセカンドゴロ、併殺打となってしまいました。インサイド外れます。打ちました。痛烈。これはどうだ。ヒットになった。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。ジャーマンヒットが出ました。ツーアウトランナー。バッターボックスには代打の大森。小宮山さん、この場面で変えてきましたね。まあ点差がありますからね、抑えることに集中したいですよね。そうですね。さあベンチの期待に応える投球を見せてほしい。まずは見送ります。ワンボール。これが2球目。この球は見送ります。151キロ。ここはフライになって、最後は外野フライ、掴んでアウト。これで3アウト、試合終了です。最後追い上げられましたが逃げ切りました。試合を制したのは DeNA ベイスターズです。今日は赤星さん、打撃で圧倒しましたね。打つべき人が打ってくれましたし、これでまたチームが乗ってくるんじゃないですかね。そうですね、チームに流れを呼び込む今日の勝利でした。勝った DeNA ベイスターズ、大量点を取って大勝ということになりました。一方のカープですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームは DeNA ベイスターズが快勝ということになりました。今日の解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで横浜スタジアムから失礼いたします。